はい、こんにちは。京都大学の問題を紹介いたします。コサイン 4θ が出てきますね。4倍角の公式って覚えるんですかね。私は3倍角すら怪しいんで当然覚えてるわけないんですけども、なのでその場で出すしかないんですが、私なら2θ たす 2θ か 3θ たす θ の加法定理が普通なんでしょうけども、お察しの通り私だったらドゥームアブルを使うかなと。パスカルの三角形とドゥームアブルを併用すれば簡単にその場で求められると。ちょっとわからない人のために言っておくと、ドゥームアブルの定理はコスセイタたすアイサインセイタの n 乗、じゃあこの場合は4乗っていうのはコーサイン4セイタたすアイサイン4セイタになるんで、このコーサイン4セイタっていうのはこれを普通に展開した時の実部で、じゃあこれ普通に展開した係数がここに現れて、で、実数になるのは、このサインのこの部分、i がついてるんで、偶数上だと i が実数になるんで、偶数上の部分だから、最初これもコサインの4乗のみだから、ここ実数。で、ここはコサインの2乗とサインの2乗だから、ここも実数。要するに1個飛びに実数ですね。ここはサインの4乗だから実数と。こことここはサインが奇数上なんで、虚数と。なんで、この部分がコス 4θ ですよと。じゃあこの問題だったらもうそのままこれイコールにつなげていくと、コス 4θ だからここでコス4乗 θ。で、ここがサイン2乗、i の2乗が入ってるんでマイナスになって、マイナス6、コサイン2乗 θ、サイン2乗 θ と。で、ここが i は4乗したら1になるんで、プラスサイン4乗 θ と。で、それになるとここにマイナス4サイン2乗セイタと。で、じゃあここではこの4乗と4乗はうまそうですよね。これはコス2乗足すセイタ足すサイン2乗セイタの2乗で、これとこれが出てきて、真ん中の2かけるこれが余計だから引き算するとに、ちょうどこれとすっかり揃ってると。なんでマイナス2とマイナス6でマイナス8コス2乗セイタサイン2乗セイタと。で、あと、これ、マイナス4、サイン、2乗、θと。で、そしたら、これ当然、ここ1なんで、1の2乗が1。で、ここは、サイン2乗でくくれるから、マイナス4、サイン、2乗、θでくくると、ここが、2コス、2乗、θ、足す1ですね。で、じゃあ、これでコス2乗とサイン2乗だから、どっちかに揃えればいいんで、それは好き好きだから、じゃあ、コスに揃えるかな。コス2乗、θを t と。すると、これは1で、サイン2乗セイタが1引くコス2乗セイタなんで、1引く t。じゃあ、プラスにして、t 引く1の方がいいかな。で、2t 引く1と。でそしたら、あとこれ展開すれば t の2次式。8t 2乗。で、マイナス2と1だから、ここプラスだ。マイナス2と1だからプラス、マイナス1。マイナス 4t。で、マイナス4と1だからマイナス3と。っていう t の二次式になったんで、あとは平方完成と、あとも、最初にやっていくべきだったかもしれませんが、θ があの範囲なんで、θ が0から4分の3までなんで、コス θ は、マイナス2分のルート2から1まで。こっちが1まで。なんで、コス2乗セイタは0以上1以下と。じゃあこれ平方完成すると、8カッコ t 2乗マイナスの 1t 引く3で、8カッコ t 引く4分の1の2乗。16分のかける8だからマイナス2分の1。マイナス2分の1とマイナス3だからマイナス2分の7かな。そしたら、これは4分の1の時にマイナス2分の7。で、0の時がマイナス3で、こうなんで、もう明らかに最小値はここでちゃんと範囲に収まっていると。で、最大値は当然1の時と。じゃあそれで、あとは求めればおしまいと。そうすると、t すなわちコス2乗セイタが4分の1なんで、
コスシーターはプラスマイナス2分の1で、マイナス2分の1も OK ですね。こうなんで、ここ60度だから、シーターが、ここで突然角度、まあ、いや、なんだ、3分の π か。3分の π と、3分の π と3分の 2π の時に、最小値マイナス2分の7と。これと。で、最大値は、コス事乗シーターが1、すなわちコスシーターがプラスマイナス1だけど、マイナス1は取らないんで、シーターが0の時に、最大値は、これに1を入れればいいんで、8-4-3で1と。最大値が1と。いうことになります。じゃあ、以上です。よろしくお願いします。本お願いします。ありがとうございました。